お姉さん、1年も赤ちゃん預かってくれてありがとうね。あ、誰？やだな、可愛い義妹を忘れたの？もしかして、かなでちゃん？そうだよ。突然でびっくりした。仕事が忙しくて、長いこと連絡できてなかったの。あれ、でも去年出産したんだよね。まだ育休中じゃない？ほら、私妊娠してすぐ夫と離婚してシングルになったじゃん。だからお金が必要でさ。うん。それで娘が6ヶ月になったから速攻保育園に入れて職場復帰したの。そうだったんだ。でもうちの会社はブラックだから、復職した途端に1年間の出張って言われちゃって、ほんとありえない。それは大変だったね。お姉さんも忙しいのに、まだ6ヶ月の赤ちゃんのお世話を頼んじゃってごめん。は？明日には引き取りに行くからよろしく。さっきも思ったけど、何の話をしてるのかな。だから私が出張で娘の面倒を見られないから、お姉さんが代わりにお世話してくれてるでしょ。え、預かってないけど。何言ってんの。だってお兄ちゃんに相談したら、あいつは保育士だから子供の世話とか楽勝だって心よくオッケーしてくれたよ。そんな話全然知らない。またまた。それに私と夫は去年離婚したんだけど。は？何それ。え、じゃあ私の娘はどこに行ったの。さあ、本当は預かったのに嘘ついてるんでしょ。そんなわけないじゃない。そういえばお姉さん、不妊症だって前に言ってたよね。それがどうしたの。あの子と過ごす中で母性本能湧いちゃって、私の娘を手放したくなくなっちゃったんだ。変なこと言わないで。あれは私がお腹を痛めて産んだ子だよ。返して。あのね、そもそも預かってないんだから返すなんてできるわけないでしょ。ふざけるな、訴えるぞ。どうぞご自由に。なんなのその態度。まさか死なせちゃったりしてないよね。は？もうこの世にいないから預かってないなんて嘘ついてるとか。いやいや、ありえない話じゃないよね。私ミステリー小説とかよく読むのねえ。そうなんでしょ。どうしたらそんな考えになるの。許さない。あんたのこと絶対に訴えてやる。好きにして。捕まってニュースになったら、あんたの職場の保育園もすっごく叩かれるわよ。現役保育士が何やってんだって。あなたの言うことが本当だったらそうかもね。それが嫌なら500万で黙っといてあげる。意味わかんない。どうせあんたなんておしゃれもしないし、一緒に出かける人もいないんだから、たんまり金貯まってるんでしょ。失礼ね。口座を LINE する。すぐに振り込みなさいよね。数時間後。まだ500万振り込まれてないんだけど。さっき実家の喫茶店に強盗が入った。え？母から連絡があったの。あんたの仕業でしょ。証拠もないくせに人のこと疑うのはやめて。現金10万が盗まれた。通報しようとした母が犯人に置き傘で殴られたみたい。お母さん大丈夫なの？腕が腫れて今病院に来てる。あら、それきっとあんたのせいだね。なんで？天罰だよ。あんたじゃなくて代わりにお母さんに下っちゃったのか。このクズ、そこまでしてお金が欲しいわけ？どういう意味？レジに入ってた現金10万円も犯人に持っていかれたのよ。どんまい。あんたがやったって証拠だってあるの。訴えるから。なんだって？店の防犯カメラに犯人が映ってたのよ。でたらめ言うな。そんなものはなかった。店のカウンターに置いてあった招き猫、あれにカメラが内蔵されてるの。マジで？言い逃れはできない。違うんだ。お母さんのことは本当に殴るつもりはなくて、振り回した傘が運悪く当たって。ほら、やっぱりあなたじゃない。え？カメラなんて置いてないわよ。てめえ！自白どうもありがとう。警察になんか行ってみろ。今度は腕の怪我だけじゃ済まないぞ。それは脅し？俺は本気だ。俺？かなでちゃんだよね。たまに字が出ちゃうのよ。あなたのお兄さんと結婚して3年間、
かなでちゃんとも仲良くさせてもらってたけど、初めて聞いたわ。今まで猫かぶってたから、こっちが本当の私。お姉さんとは上辺だけの付き合いだったの。私たち一つしか年が違わないし、話も合うから友達みたいに思ってたんだけどな。うざい。お兄ちゃんの嫁だから仕方なく仲良くしてただけ。ショック。いいか、警察には言うな。それとさっさと500万振り込め。そんな大金すぐには無理よ。すべこべ言うんじゃねえ。そうすればもうこれ以上何もしないし、お前が娘にしたことも許してやる。わかったな。1時間後。さっきの LINE からもう1時間だぞ。500万はまだか。いい加減にしなさい。へえ、私にそんな態度取っていいわけ？あんたやすしでしょ。はい。浮気が原因で別れた元夫でしょって言ってんの。違うし、お兄ちゃんの妹の奏だよ。まだとぼけるんだ。もうほんと意味わかんない。頭大丈夫？へえ、それはおかしいな。この LINE 始まってからずっとあなたの妹と一緒にいるんだけど。え？彼女が私のことお姉さんって呼んでたのはまだあなたと婚姻中の話よ。じゃあ今はなんて？まゆみちゃん。そうなの？私も彼女のことをかっちゃんって呼んでる。でも実家にいた時は名前で呼んでたじゃん。あの時はね。なんで変えたんだ？単純にかなでちゃんってなんか呼びにくいから。聞いてないぞ。かっちゃんとランチ食べてる時あなたから LINE が来たの。なんてタイミング。それを見てた彼女がこれお兄ちゃんのアイコンって教えてくれたから、あなたがなりすましてるんだってすぐ分かった。マジか。じゃあどうして騙されたふりなんかしたんだ？なんか預けた子供返せとかアホなこと言ってるなって面白かったから乗ってみた。穴があったら入りたい。でもまさか母の喫茶店に行くなんて予想外。それは。しかも強盗に入った挙句怪我をさせるなんて、これは絶対許せないと思ったの。俺を騙すから悪いんだろ。先に嘘ついてきたのはそっちのくせに。離婚してからもお前と奏が交流してるなんて。どうして？私たちが仲いいのはあなたも知ってたじゃない。そうなんだけど。あ、待って、かっちゃんも会話に入りたいって。入らなくていい。なんか楽しそうだから参加してみた。来るな。かっちゃんも来たし、元旦那の表示が奏ってさ、グループラインになるとなんかややこしいよね。名前変えたら？何がいいかな。ゴミでいいんじゃない？俺の知らないとこでこういうやりとりされんのが面白くなかったから、奏にこいつと関わるなって言ったんだよ。そうなの？離婚してからお兄ちゃんにあいつがお前の陰口ばかり言ってたぞ、だからもう連絡は取るなって言われてたの。へえ、それで私たちの仲を裂こうとしたってわけね。ああ。でも残念でした。その話はかっちゃんからすでに聞いてた。かなで、俺には一切こいつと交流してないって言ってたじゃないか。月さんでランチ行ってるわよ。めんどくさいからお兄ちゃんにはそういうことにしといた。よくも兄を裏切ってくれたな。で、なんでこんなアホなことしたわけ？言わない。被害届出すわよ。待って。強盗に傷害、それに私を脅したこと、どれも劣気とした犯罪だよ。家族間の揉め事は警察もあまり問題視しないって。いやいや、離婚してんだからもう他人じゃん。お前は黙っとけ。今すぐ警察に駆け込まれたくなかったら理由を言いなさい。白状したら訴えないでくれる？元夫婦だからね、情もあるし考えてあげてもいい。お前意外といいやつだったんだな。分かった、言うよ。どうせ大した理由じゃないと思うな。まとまった金が必要だったんだ。そのためにこんなことを？仕方ないだろ、離婚した時に150万も一気に失っちゃったんだから。浮気の慰謝料を一括で支払ったこと言ってる？そう。自分が悪いんじゃん。その後彼女にも金のないやつはいらないって振られたよ。ああ。嫁も金も失ってむしゃくしゃして一人で飲んでたら、
飲み屋に美人が入ってきてさ。なんか長くなりそうだね。いつも見てるレンドラー予約しとこう。酔った勢いで抱きついちゃったんだ。そしたら最悪なことに、それ社長の孫だった。うわ、なさすぎ。さすがにやばいことしたと思って何も言わずに仕事を辞めた。あなたもう37歳だよね。それからは再就職も決まらなくてバイト三昧だけど、つい最近アルバイトもクビになっちゃって。まゆみちゃん、なんでこんな男と結婚したの？見る目なさすぎだよ。だよね。取引先の人で波長が合うなと思ったんだけど、あの頃の私どうかしてたわ。パチンコも競馬もうまくいかないし、宝くじだって当たらない。おまけに借金の返済期限も迫ってる。そんなのしてる暇あったら就活すればいいのに。楽して稼ぎたい。わお、やっぱりこの人ゴミだよ。用事で実家に帰った時に、お袋が、奏がもうすぐ育休明けて仕事復帰するって話しててさ、今回のことを思いついたんだ。アホだね。真由美は慰謝料払った時に、もう二度と関わりたくないって俺の目の前で連絡先消してたし、 LINE の名前さえ変えたら俺だと気づかれないって思ったのに。なるほど、経緯は分かった。じゃあこれから訴えるから。理由を話したら被害届は出さないって約束は？そんなのあんたに喋らすための嘘に決まってるでしょ。騙された。ああ、豚箱に入る前に10万は返しなさいよね。え？いいじゃないわ、当然でしょ。でも今これ持って競馬に来てて。返金して、今すぐに。マジか、俺の人生なんでこうついてないんだ。後日談。その説はゴミ野郎がご迷惑をおかけしました。かっちゃんは別に何も悪くないじゃない。元妹として恥ずかしいよ。絶縁したんだっけ？うん、あの後まゆみちゃんのお母さんにお金返したでしょ。そうだよ、怪我の通院費も請求した。それから実家の親に助けてくれって泣きついてきたんだけど、あんたなんか息子じゃないって塩まかれてさ。あらら、お父さんが首根っこ掴んで警察に連れてった。傷害と脅し、強盗罪で実刑6年の判決が下ったみたい。しっかり反省して根性叩き直されるといいんだけど。そうだね。それよりまゆみちゃん、少し前に駅前にできたパスタ今度行かない？もちろん。あのゴミとは縁切ったけど、私たちはずっと友達でいようね。